北京冬季五輪は20日、19日間の全日程を終えて、北京市の国家体育場、通称、鳥の巣で閉会式が行われた。ノルディックスキージャンプ日本代表の高梨沙羅、25イコールクラレはこの日、日本オリンピック委員会、JOC を通じてコメントした。また、最後の最後まで支えて続けてくれたチームメイトとスタッフの方々、温かく優しい言葉で励ましてくれた各国、地域の選手、スタッフ、皆さんに本当に助けられました、と感謝を記した。